で子供熱出したの、あの日大丈夫だったの、ここで。いやいやいや、コロナとかじゃなかったの。コロナけど、ずっと微熱が続いてたんですよ。すごく怖いので、3、4回病院受診しました。で、今は治ったんですか。あ、もうすっかり治った。ああ、そうですか。4月のパーティーもらえる。はい。手続きよ。ちょっと短インプラント見せてくれ。
ミリ？1ミリです。1ミリ。ショートの1ミリ。ああ、でもちょっと待水だけいいよ。それでいいよ。自分でいつもらえると反対もでいいよ。こんな感じもチームさん、何がやっぱり言うとだ。端に広くすればいいから、そうすればきれいにずっと洗えますよ。Thank you.
ちょっとあれ待ってるかな、ちょっと写真撮ってくれるでThank you.
写真ももらえる。俺らじゃない、あれスタネスコって何が何なのね。スキャンのレシコ。スキャンのレシコとスタネスコって違う。紹介みたいなダメな人はどっちでもいいよ。スキャンドネットでもいいじゃない。結局なんかでも効きが弱いからさ、なんかそっちの痛みの方でさ、上がっちゃって、なんか結局じゃあ全部ね、希少管理っていうかさ、そうですね。いいじゃないですか。だから量を低減して、希少管理っていうのも全然、ああ、一本。いや、でも効くんですよ。ん？痛いのうん。あ、どうですか？量を減らして希少管理。まあ、美味しいところですよ。理性の深みとかっていうのがあるの？深み、深み。上力だけとかある？もう一つある？もう一つ。いやいや、見るなっていいよ。麻酔の意外とコロナの影響とかありますね。あります。私今でも4月から実は医療大に行ったので、その個人的なそういう依頼は制限はしてるんですけど、でも3月はそう減りました。3月で減るの？減りました。オペ自体なくなったりとか。医療大にも行ってるんですか？今4月から。職員で。職員です。あ、本当。などういう麻酔科に勤務？麻酔の社長で。あれなんか、なんか前に無事してたって言ってたんですか？オーケー。オーケー。本言うの？言うの？あ、本当？何言うの？深い深い。もう分かりやすいよね。セレブ。ただ6番はいいのかいいかなと思います。
もしブリッジでいいんだったら別にいいけど、うん、まあブリッジだったらまあできますよ、まあ、できないけどね、うん、でも分かってるけど旦那さんも、まあ、それくらいないけど、うん、いや、それ分かってるけど、あんないろいろ心配するけど、まあ、何が原因かって旦那さんのことだったらないけど、ちょっと早く見ようって行けるかし、うちの息子も娘もいろいろあるけどね、ずっと私学校でね、娘はもう女性しか絶対ともいながら休みです、何もすることないとこですよ。ゴルフ行ってるの。優雅ですね。いやいや、安いと5000円くらい行けるの。うん、いやいや、ね、選んで。やってください。うん、いいもんです。いや、でもね、私学生だったらそれでいいと思うよ。やってください。そしたら就職っていうかさ、ね、会社だったら働こうと思うけどね。うん、学生だから勉強してたのに嫌だったんだよ。絶対さ、ちょっと余裕持った方がいいと思うけどね。なんでだろうな。大丈夫です。え、ください。加藤さん、4.1 のあれですよね。はい。担当君。ん？あ、ないのか。どうするんですか？だよ。これ、これ。うん。あの MI バーってなってさ、FD プログラムを寄せてんの、はい、もう使うから。色で合うとメリットって何なんですか？僕の似たこと分かんない。いや、普段にもう10年目だったんですけど、うん、ずっといいんだったんですよ。あ、それダメなの？コストが全然開かなくてよいな。あ、そうなんだ。ずっとインドバリだったので、医療代の先生がちょうどコストが来るって言われたので。あ、そうなんだ。すみません、言ってることがある。席開けたらいいよ。いやなんか変な人が言ってるところ、写真撮ってるところ、どうですか？あの民主の人が、ちょっと見ると。それだよ、うん。ピンセットも取っちゃう。
ガゼ。先生、西村先生とか知らんでしょうね、今なんか統計出してる先生、北大の教授って。あれ何なの？ああ、西村教授、なんかニュースで出てる。よく北大って言うけどさ、あの人の予想は外れてると思うんですよ。本当ですか？だって、まあ、80万人かつて40万人死ぬわけないじゃなくて、だって、イタリアでさえ1万とか2万ぐらいしか死んでないのに、日本で何で40万人かの状態で死んでる。何もしなかったらっていう人間ですよね。いや、だってイタリアで何もしなかったと思うんだけど、なんか、携帯を切ってね。みんな何もしなきゃいけないんだから、そんな予想したらさ、みんな恐怖心だけだよ。それもあって、緊急事態宣言ってこう、全員、あれなの？あの人のせいだろ？そうだよ、あの人だよ。公害は出てないですよ。え？何？公害は出てない。じゃない、写真撮ってこい。で、公害面から1枚と、表情から1枚撮って。いや、なんかさ、人がやらそうだとかさ、いや見た目さ、見た目は、ね、そういうのを騙されてるわけ。絶対あとで絶対あの人、批判浴びるよ。なんだろう、そもそも。同じ北大生って、一番、あれだと、年上なんだよ。同じだよ。またお時間にてる水あり、水ね、最初ありで途中からしてる。
止めてくれって。最初の水が出てくる。飲食店に入れれないのかって入れるの入れないで帰らないのあ、そうそう、作るのかな出てきますよね。
使えないこと。ここにかけます。これあれかね、狭いからあれ入れなかったんだ。
もともと何してる
めっちゃ出てくるもんね。ずっと絶対グローブとか食べれる。楽しかった。楽しかった。ガジ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 。一応アルコール行く。こっちはこれね。このタイミングは。ただ横手入れるじゃない。なんか、そばやつじゃない。今ちょっとややかできるかちょっと入れるかちょっと飲みに行かんちょっと洗いますこれ4なの6なの？あ、それはないんだ。これで見せておきます。お米とさ、京都会でもよく見ることがあるこれも、これも、これも長いじゃん、一人じゃあ、それとって赤の方で接着してないのかで、今日洗ってあげたのかも。ないの？ない。岩佐さんに言って洗ってもらって。
そしたらあれかな、もうちょっと90度でさ、あの斜面で止めたんだけど、もう45度なのかな。てかこれだってこっちの方向見ちゃってるもんな。45度も上がってないか、まあ、いや、そうないと思う。だって90度ほどだもん、あの1レベルじゃないか。これ、あれだろう、したら、このラインじゃないんじゃないのか、こっちのラインなんじゃないか、点々のライン。ただ、点々のラインだとダメだよな。こっちのラインじゃないんじゃないか。あ、そうか。あ、これ間違ってる。野田さん。野田さん、間違ってた。ていうか、急なのが動いてないってことになってる。いや、それに固まってる。え？いやいや、どこあるんだろう。これにつけ、これにつけるよ、頭。横にない。こっちに持ってきてる。なるほど、ぼーっとしてるわけじゃない。持ってきてる。はい。よし、いくらでもないからね。一回、最後できるから、やるわ。分かった。でも、前る普通のハンドル。逆か。長い方が。どうか。して、こするよね。ただ、この奥の方が。そうだろう。精神的なね。ほら、ヤコさん。はい。ちょっと噛んでください。おお、なるほどね。あれいいな。つけるそうなんだけどな。え、もうちょっとなったしな。これ心臓が大きい方かな。
カレーで持ってくる。ええ、エディ取ったのない。取らなくない。待ってるの取っといてって感じ。何やってんの。取ってないですよ。先生ってさ、もうちょっと硬くてもいいって言うわ。パンパンでやってくれるか。
さ、マイクロネスって言ってたら、
本当にね。Thank you.